ランブルフィッシュテールで来ねえかな。ナイスナイス、よし、おっしゃ、あー、バレた、バレた、あー、ダヴィンチ、まあまあいいっすよ、ダヴィンチ来たよ、ランブルフィッシュテール、やばいね、やべえ、今のでかかった、Eサイズっぽかったよね、ランブルチャンス終わり、おっしゃ、食った。お願いします。ね、そこ入るかな、ちょっと待ってよ、よっしゃよっしゃ、ありがとう、ランブルフィッシュテール来ました、東京のど真ん中で、うん、がっつりこのね、テールがバチみたいになってんのかな、まあちょっと後でね詳しくやりますが、はい、ランブルフィッシュテールに来ましたよ、長いでしょう、このひらひらがね、バチのあのなんか動きとかやってくれてるのかもしれないですけど、でフェザーフックに変えたり、ちょっとねバチ抜け仕様にダヴィンチを改造したやつで、水面でふわーふわーとね波紋立てたらダーンね、こんな感じでタックルはビッグシューターコンパクトにモンスターキスのね6号 MV 組み合わせで、こんな感じの長いシーバスいただきました。じゃあね、ちょっとサイズ測って逃がしたいと思います。はい、口を閉じて、あ、66センチ、まあ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 、この時期ね、本当嬉しい一匹、この黒がね、ハゲてね、マッチに教えてもらったけど、いいね、黒の下からこのキラキラが出てくるのがね、かっこいいよね。じゃあ逃がしたけど、いいね、いいね、でかいね。はい、帰ってきました。こんな感じでね、あのダヴィンチのランブルフィッシュテールね、このヒラヒラと長いテール、これもしかしたらバチ抜けのシーズンに効くんじゃないかなって思ってね、発売した時からね、あ、タイミングになったら装着して投げてみたいななんて思ってたんですよね。そしたらね、結構いいサイズのシーバスが釣れたんで、動画でまとめてみたんですけども、主なポイントとしてはこのランブルフィッシュテールに変えてあるよというのと、これ見えるでしょうか、フェザーフックね、この時期結構ねバチ抜けシーバス狙うのによく効くんですけども、あ、何を狙っているかっていうと、まあ、シルエット針をぼやかせるっていうのももちろんですけども、このフェザーの抵抗によってですね、ルアーがねこう I字にスーッと泳がせやすくなるね。でこの前こういった感じでジョイクロも輪ゴムとかフェザーフックで愛字引きできるようにして使うよなんていうね、動画もあったんですけども、ダヴィンチもね、これね、ランブルフィッシュテールつけるとね、あー、もうね、生めかしい、綺麗に泳いじゃうんですよね。ここの愛につけて結構ね、こうフリン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 ね、生めかしくね、あー、まあそれが持ち味なんですけど、泳いじゃうね。でもバチ抜けのシーズンはちょっと泳がしたくないね、スーッと引きたい。でこのテールの引き波なんかも水面にできるだけうまく残したいということで、フェザーフックにして I字引きにしつつ、純正の針よりもちょっとね、針のサイズを小さい針ね、軽めな針に変えることによって、よりね
浮力が増してこのランブルフィッシュテールが水面に出やすくなって、でなんかこうどちらかっていうとこんな大きなバチってなかなかね自分のやってるエリアたまにね見かけるけどあんまり泳いでいないんで、このテールにテールの引き波に食わせるんだけども、なんか食いに来たらなんか黒いバチっぽいなんか塊、毛の塊があるな、スーってなってるな、こっち食っちゃえ、かかるね、こういった効果を狙って、バチ抜けのシーズンに使うねダヴィンチはこんな感じでちょっとね調整してみております。針小さめのランブルフィッシュテールということでね、でこのブラックカラーもね多分、下から見ると黒いのがくっきりはっきり出ていいんじゃないかなと思ってね、まあ結構秋口ぐらいから使い込んでるからね、剥げてこのフックサークルの下にねこうキラキラが隠れてるんですよね。これがねまた自分だけのダヴィンチに変わってくるっていうか、なんか思い出のルアーに変わってくる感じでね、なんか通常だとね、あーまあなんだろう、下地のプラスチックが見えてくるなっていう感じで終わりなんだけども、ダヴィンチのねこの黒カラーはこんな感じで下に秘密のカラーが隠れているので、まあ使えば使うほどね、味のある自分だけのダヴィンチに育ってくれるっていうことでね、でランブルフィッシュテールね、あーまあ秋はねこの針とかを普通の針にしてぐりぐり泳がしていたらね80近いシーバスとか釣れたりしましたけども、まあバチ抜けシーズンね結構こういう小さいルアーを使って正5クラスとかね、本当もう手のひらサイズから30センチ40センチぐらいのがなんだろう、よく釣れるなあっていうのがあって、でまあ例えばシーバス用のマニックであるとか、ニョロニョロ、ジャクソンのニョロニョロであるとか、そういったので狙っていくんですけども、そうするとねいまいちねちょっとね、なんだろう、正5サイズを抜け出せなかったね、これを投入したらこれに食ってくるのはちょっといいサイズなんじゃないのと思ってベイトタックルでね、投げ込んでみたところ、まあたまたまね目論見通りその群れの中でいる中でも結構大きめのサイズがね食ってくれたんじゃないかなってね、60センチ超えてきたんで、すごいねファイトも楽しめてっていうことで、まあね今回ねこんな感じのセッティングで釣ってみたので、だいたいバチ抜けは2月ぐらいからね6月ぐらいまで大潮、まあ新月絡みがいいなんて言いますけどね、まあ1ヶ月で2回ある大潮のチャンスの、まあ上げ潮満潮付近ね、で満潮から下げっぱな、そこら辺でね、一気に活性が上がってこういった大きなビッグベイトとかもね捕食してくれたりっていうチャンス訪れますので、ぜひですねチャレンジしてみていただければなっていうふうに思います。まあね夜の釣りなんですけども、なかなかね暗闇の中でボコーッとねこういうビッグベイトが吸い込まれると、もう心臓バクバクでね楽しめちゃいますんでね、ぜひチャレンジしてみてください。というわけで、本日の釣りコー TV はこんな感じで、ダヴィンチのねランブルフィッシュテールで、あとちょっとチューニングしたルアーでいいサイズの、シーバスが釣れたよってこういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。